ちょっとごめんなさい、どこだ、だーわん、はい、ほうほう、ロレヒーって感じ。何何何、もう一回言って、何ですってちょっと今日おもろやないか、金本乗ってきたぞ、乗ってきたぞ、はい、ということで、はい、今日も熱ございますね。大丈夫ですか？なんかバタバタしてて、ね、全然、まあ、あの Vlog もあまり撮れてないし、はい、編集も全然できてないんですけど、ね、はいはい、まあ、今週も張り切っていこうかなと思いますね。はい、はい、またこいつらアホやなとか、もうこの冒頭で思ってる方多いかと思うんですけど、はい、そんなこと言わずにね、チャンネルはそのままで、うん、あのご視聴いただければと思います。そうですね、はいはい、ということで、はい、どうするんですか、こんなに。んドライブ特注クリアランスの、うん、コメタルが死ぬほど入ってきてます、ね、うん、マラソンのカバーと、はい、一体何台やらなあかんねんっていう話ですね、うん、はい、まあいいことでしょう。お、少しあのドラゴスターも減ってきましたね、うん、デカロいつ入ってきたんこれなんか知らん間に置いてきましたそう、はい、ってことでよ、うん、よし、暇なんでもっと皆さん、うん、お仕事ください。ください。すみません、それ何ですか。僕です。これですか。はい、俺はですね、はい、僕今アマプラで始皇帝にハマってまして、はい、寝不足です。あ、それですね。はい、原因はそれです。中華4000年の歴史を勉強しております。あ、そうですか。はい、ということで、はい、今週も張り切っていきましょう。はい。お、ちょっと台風っぽくないね。ただの雨やね。これ嵐の前の波や、ね、静けさですか。はい、おやばそうやね今回のね、はい、チャリぐらいのスピードってニュースで言ってたんで。マジですか。僕のチャリとちょっとバトってみようかなと。そうですねということで今日はまたいつもね品川から通っていただきまして、はい、ありがとうございます、はい、ということでね、ということで今見ての通り、うん、ちょっとアライメントもう一回やってほしいということで、はい、ちょっとセッティング変更ですね。はい、ってことで合わせてエンジンオイル交換であったりとか、まあ、そういったメンテナンスも含めてやらせていただきます、うん、というところです。はい、はい、ということで、うん、定期的なメンテナンス、はい、東京そんな遠くないんで、うん、よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日までの世間の台風や台風やえらいこっちゃって何やったんですか。台風やったんですか雨やったね、うん、ただの熱帯低気圧かと思います。無風ですよ、無風、はい、無風、まあまあ何もなかったんで良かったんですけど、はい、ってことで、まあ台風騒ぎのおかげで、うん、週明けから宮城は死にます、はい、全部予定が次の週に移ってしまったので、うん、地獄です、まあ、仕方ないですね、地獄が始まります、はい、明日から。ってことでお証拠ベンツは、うん、エアコンのレトロフィットですね、はい、で今ちょっとあの真空引きしてるとこですな、はい、で高知からお越しの CS さん、うん、CS さんは12ヶ月点検と油脂類の交換ですね、はい、エンジンオイル DCT デフ、うん、はい、エンジンオイルとデフは終わったので今 DCT をやってます。はい、走行は1万5000キロぐらいですね、うん、はい、まあ、外したオイルパンフィルター、まあまあですね、まあまあです、まあまあでございますね、まあまあでございますね。どうですか。オイルも真っ黒でございます。はい、こんな感じです。はい、うねうねちゃんいい色になってますね。もうちょっとしばき倒してもらったらもう少し焼けると思います。はい、はい、まあでもいい感じで焼けるついていい音するんですよ。うん、最近よく M2 もそうだし、まあ M4 も前からずれてますね。はい、はい、ということでその辺も気軽にお問い合わせいただければと思います。と、はい、いうことで、まあ特に悪いところはなかったです。うん、はい、というところで、あとなんか伝えておくことはないですか。何かありますか。伝えておくことはないですか。はい、はい、こちらもね無事、うん、M4 となりました。はい、ちゃんと前後動いてたんでやっと、うん、やっとお車になりましたね。はい、もう少しで完成しますので、はい、はい、もう少しで、もう少しで、何回もう少しでって言っとんの。
もう結構読みましたよ、はい、もう少しお待ちください、はい、楽しみにしておいてくださいね。はい、台風過ぎ去ったら暑いかな。でもだいぶ涼しいなったよ。いや暑いかな、夏ですよ。夏です夏ですよ、はい、さっきも明日の準備しようって積み込みしてたらもう滝汗ですよ、はい、っていうことで、うん、F 点3やね。 F 点3 F 点3は走ってたら、はい、めっちゃ今煙が出てるんですけど大丈夫ですかって連絡がありまして、うんうん、大丈夫じゃないんですぐ来てくださいって。そうですね、はい、大丈夫なわけがないです、はい、ということで、はい、まあ盛大にね、うん、盛大にオイル漏れしてここに溜まって、うんうん、溜まってオーバーフローしたやつがその下のタービンジュージューってなります。タービンと、まあ、あれですね、キャタ、うん、タコ足の方ですね、はい、タコの方にチンチンのタコにオイルがピシャッ、モクモクモクってなります。それはなりますね、はい、ということで、まあ大した作業ではないですけど、はいはい、ガスケットの交換ですね、うん、でよくあるね、この後ろのまだ入らないバキュームポンプ、うん、このエンジンね、負圧を自分で作り出せないので、はい、まあ、そういったポンプがついてるわけですね、うん、まあ、そこからよく漏れるんですわ、うん、まあ、今に始まったこっちゃないね、はい、うん、90の時からずっとやな、うん、まあ、そこ、はい、ゴムを変えます、はい、このカチカチになったやつをですね、うんうん、サラサラな人に変えていくと、はい、いうところですね、はい、はい、でこちらの広島からお越しのエムニコンペさん、うんうん、いいね、バケツからドラえもんラメラメなんですよ。知らんくて、うん、これ紫のラメがすごいことない、これ。あ、ほんまや、これ多分わかるね、うんうん、すごい。前回来られた時は全く気づかなかったんですけど、ね、全然気づかなかった、はい、普通のバケツ空色かなとか思ったんですよ、うんうんうん、まさかのびっくり、うん、こんなフィルムあるんやね、はい、すごい。しかしこれ、うん、アドバンス8中本くんが買ってますが、はい、うん、うまいね、ラッピング屋さんみたい、うまい、うんうん、貼ってるのわからんっていうか、私もさっき気づきました、ラッピングだったんですね。はい、ラッピングですよなんか分けたところが色が違う、はい、これシールです、はい、はい、っていうことで、うん、まあ、まずはね、極力滑らしたくないということで、はい、ハブを止めちゃおう、うん、ということで CBC のキャップですね、はい、そちらと合わせてエンジンオイル交換、うん、そして冷感時にブルルンブルルンブルルンってこう、うん、まあ、アイドリングがばらつくっていうことで、はい、ちょっとまあ今点検させてもらってます、うんうん、ってことで、はい、まあ、チャーパイちょっと一つ怪しいところ、はい、チャパイ FTP って、うん、まあ、これ使うことないんですけど、ここのプラグ、うん、まあ、メーターつけたりね、まあ、ここからウォーターインジェクション拭いたりとかね、するためにこれついてるんですけど、はい、まあ、一般の人はそういうことしないじゃないですか、うん、でボルトなんですけどね、わかります、これ、うん、ゆらゆらですね。ゆらゆらでしょ。ガスケットも何もないんですよ、うん、でガンガンに締め付けられてるんですけど、見てください、うん、ドタバタです。タップがおかしいでしょ、はい、もしかしたらこっからエア吸ってたのかな、どうなのかなっていうところです、うん、分かんないですけど、イマジンだとこういうのもともとないんですよ、はい、あの無駄な、そういうのはね、そういうリスクの、うん、例えば 2J や吸ってしまうとか、はい、まあ、そういったねリスクは減らそうという設計になってるんで、うん、全部そういったものは全部もともとないです、はい、だからいいんですよね、あのメーカー、うん、はい、ってことで、はい、これはちょっとどうしよっかな、まあ、とりあえず応急処置的なもので吸わないように処置して組みましょうか、はい、まあ、それで治ればいいですけど、そうです、はい、っていうところですね、はい、まあ、大変です、なんやかんや大変です。はい、暑いですが、うん、頑張っていきましょう、はい、はい、
こちらの急にさん、うん、悲しいな。悲しいで急にメタルがカンコラカンコラ言うてますわ。おダメかもしれませんね。なんですって。まあ開けてみないとわからないですけどね。わ、うん、からないですね。でこっちの急に、うん、岡山からの急にさんは、うん、はい、SPL のスタビリンク前後、うん、前後、うん、とついでにブレーキホースの交換、はい、メッシュホースですね。ステンレスメッシュ、ステンレスメッシュホース、これです SPL、 はい、スタビリンク、はい、今後ろやってる ところ、うん、でどこ行くんですか。その早歩きで逃げないでください。一周してみたい、はい、まだフロントは変わってないですよ、こっちはね、うん、変わってない、まだリアも変わってないですね、はい、はい、って感じでやってます、はい、まあ、これでもバッチリあのペダルのタッチも良くなって、はい、芝くのが楽しい車になるんですかね、うん、ってことで合わせてあと今回どうするのかな、バンパーとリップもやるのかな、そこはちょっと今要検討中というところで、はい、あとプラグ交換等々はありますけれども、うん、まあ、そんな感じでいきましょう、はい、こちらはこちらは、はい、こちらはこれからです、はい、まだまだまだ何もとりあえずリフトに上げました。そうですね、はい、一つ言えるのは、うん、どこを走ったんですかね、これこれね面白いぐらい見てください、これこのこれ蜂セミ、あ、なんか住んどる、うん、住んどるね、うん、新しいですね、はい、はい、って感じです、はい、って感じですね。ああ SPL ですね、これフロント、うん、はい、これがリア、うん、ですってな感じです、はい、はい、では完成まで、うん、もしばしお待ちください。あ、なんか今日あでも暑いな、暑い、風があるからなんか気持ちよく感じるけど、うん、暑い、風は秋の風になりつつあります、はい、ってことで本当はもう一台2台同時の予定だったんですけど、まだ到着されてないんです。そうですね、出遅れております。ということで今日は、うん、Q2M3、はい、今日も明日も明後日も、うん、Q2M3、はい、でもまだまだ少ないですね、もっと来てくださいね、はい、ってことで今日はね、オイル交換です。オイル交換じゃない、オイルクーラー、エンジンオイルクーラー、うん、これ純正です。はい、じゃあ純正です。持ってくるのでしばしお待ちを。はい、待ってます。はい、こんなに大きいです。大がりでしょうか、見分けが隠れます。大きさで言うとこのように分かりますでしょうか、いじめっ子に当てます。1,2,3,4,5,6,7,8、まあ、9段純正ね、11段、はい、で厚みもこんだけ増えます。上がります。よく風も当たり、オイルの容量も増えて、はい、うん、バカほどは冷えませんが、はい、いいところで分回しても安定してくれるようになります、うん、はい、でオイルの容量も増えるので、うん、まあ熱害によるね、アッソン、要は油圧の低下とか、はい、まあ、そういうのも防げますし、なんててメタルに優しい人になれます。うん、コンロットメタルに優しい人になります。いい人になる、はい、ということで S65 命の人はつけた方がいいですね、うん、はい、はい、ということでよろしくお願いします。はい、あ、イアンになってました。はい、イアンになってました。はい、どうぞ。と申しますと、え、と申しますと何ですか。これやっておりますか。電源入ってませんよ。入ってますよ。入ってないじゃん。入ってますよ、こっち。どういうこと。それ消えるんですか、電源。あ、そうだ、ここも消えてると思う、うん、で、何時は、うん、
わらわに何を聞きたいのだ。わら、まろ、まろや。はい。何が聞きたいのだ。何してるんですか。何をしてるか。はい。はい。あなたの心の内を、うん、ね、読み取りましょう。はい。パソコンで遊んどんやろお前、ボケ、働けや。って思ってるでしょ。はい。パソコンを見守るのも仕事なんです。そうですね、ということで、うん、こちらの急に M3 は、はい、もう入れたお客様は感動の声でクレームの嵐ですよ、うん、なドライブ、うん、DME チューニングステージ1をぶち込んでおります、はいはい、パンチラのときと合わせて、はい、こちらはオイルクーラー交換もありました、はい、なのでこちらもオイルクーラーの交換の段取りしてます、はいはい、その間に DM 入れるということで、うん、お冷やし中ですね、はい、何でもですね、皆さんのクレームの内容をまとめていくと、うん、はい、5カ国のバックストレートエンドで10キロ違うらしいです、うん、10キロ、はい、でかいですね、10キロです、でかいですね、10キロです、はい、NA で10キロ変わるんですよ、うん、ストレートのスピードが。それはだいぶ違います、ね、タイムで換算すると多分20秒ぐらい短縮になります、ね、それはだいぶですね、はいはい、20秒いくには、まあ、あるところとするとするとするとそれをしてもらえれば、うんうんうん、いくかなと思います、はい、はい、ということで、まあ、こちらも DME でこちらが終わったら今度こちらの DME、うん、エンジンで積み替えたやつですね、はいはい、こちらの原因は、うん、大きな原因は DME です。もともとチューニングデータが入ってました、うん、ですが、うん、ですがですよ、リンプモードっていう、要はエラーが出ないようにコードを削除されてるんですよ、うん、なのでお客様が DIY で、はい、ちょっといかがわしいイグニッションコイルをつけられて富士を走られたんですけど、うん、まあ、要は失火してても、はい、失火が出ると普通は DME がエンジンを守るためにドライブトレインっていうのを出して、はい、エンジンが吹かないようにするんですよ、保護するための機能、うんうん、これを削除されてたがゆえに、うん、なんかおかしいなで踏んでてもずっと走るわけですね、うん、要は失火をさせ続けた状態で全開走行を続けてしまった、はい、っていうことで、うん、デトネーションを起こして、はい、ピストンボカン、うん、でエンジンブロー、はい、ハブは一切滑ってない、うん、ね、ピストンボカンですこれは、うん、はい、それの大まかな原因は、うん、いかがわしいイグニッションコイル、まずこれが一つで、保護機能をなくした DME をチューニングしたチューナー、うん、これを悪いところ悪いところが相まって保管しましたと、うん、いうことで、このそれを気づいてしまったので宮城は、はい、このままではお出しできないんで、うん、ノーマルのデータに戻すか、うん、まあ、うちのデータに戻すかの二択になります、どうされますかと、はい、いうことで、うん、確認したところ、うん、まあ、ぜひぜひ宮城印にしてください、うん、はい、宮城印の早いデータをこれから確認します、はい、ということで、まあ、いろんなね DME いっぱい出回ってますけれども、はい、まあ、どれが良くて悪いかっていうのは、まあ、うん、全部は分かってないですけどね、まあ、そういうものも存在してるっていうことなんで、はいはい、あの注意が必要ですね。そうですね、はい、まあ、もちろんうちでやってるものに関しては、まあ、そういった機能を削除するとかっていうことはやる必要がないので、うんうん、はい、あのちゃんと機能するように作ってますから、うんうん、まあ、安心してお使いいただけますと、はい、まあ、だからうちの M2 があれだけ、スーパーノッキングが失火ださせまくってもエンジンが死んでないのはそういったのがありますね、うん、DME 自体が守ってくれる機能を残してるから、はい、バンと止めてくれるんですよ、うん、だから生きてると、はい、いうことですね、まあ、壊さないことが大事なので、うん、はい、僕もね自分の車だったらグスグスにやりますけど、うん、でもそういったところやっぱ残すんですよ、はい、壊したくないんで、うん、ということで、壊れない、うん、壊れなくて車を速くしたい人はぜひぜひドライブにお任せください、はいはい、オイル交換、大容量オイル交換じゃないわ、オイルクーラー、うんね、大容量のオイルクーラーに変えるとこういう風になります。見えますか。こんな感じですね、大きくなりましたね、はい、こんな感じですね、はい、一回り大きくなってる感じです、うん、ということで、はい、こちらが終わったんでこちらのオイルクーラーを交換します。はい、はい、でこちらが後期最終型のオイルクーラー、うん、この隅っこに置かれてます、はい、これが前期中期オイルクーラー、こちらになります、はい、これがイマジンの大容量のオイルクーラー、はい、はい、分かりやすいですね、仲良しですね、はい、みんな仲良しですね、はい、同じ作業が、うん、同じ日に同時進行で入ると、はい、ということで、うん、在庫がなくなりました、はい、困りましたねこれで、通常ねノーマルバンパーであればバンパー外さなくてもいいんですけど、うん、リップがついてると、はい、バンパーを外さないと交換できません、うん、はい、
ちょっと一手間あります。はい、いいですね。はい、次は何を行くんでしょうね。何しますかね。もうあれしますか、もう一人がホイールを変えたら全員ホイールを変えるルールにしますか。いいですね。はい、そしたら100台ぐらい分ぐらい売れますね。そうです、最高ですね。はい、はい、面白いですね。それ面白いですね。はい、はい、そんなことは多分ならないと思いますけど、はい、ということで、はい、まあ楽しい改造やら魔改造やら、うん、修理でも、うん、ね、何でもホイール交換、オイル交換、オイル交換、ホイール交換、はい、何でもお任せください。はい、無事、うん、新しい嫁が戻りましたね。はい、移住してますね。はい、元さやが一番いいんですけどね。あ、そうなんですか。それはそうでしょ、だってエンジン変えなくていいんですか。あ、まあそうです、元さやが一番いいですけどね。ってことで、はい、こちらも他店で購入されたアラゴスタ、うん、標準仕様でございました。はい、ってことでドラゴスタに生まれ変わったので、うん、はい、まあ、インストールしているというところですね。うん、まあ、結構やってますからね、この2、3号。なんかエンドレスのいいブレーキもついてますし、はい、いつも徳島からありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、徳島なんですぐそこなんで、ね、徳島なんですぐそこですけどね。はい、全然ですけど。ってことで、まあ、今組んでますよと。はい、まあ、リアも片っぽは組んでますね。はい、こういう感じですね。ついてますね。はい、はい、はい、まあ、中身がドラゴスタっていうわけだけなので、はい、外見から見るとアラゴスタです。はい、未完仕様ではございません。はい、そうですね。はい、まあ、そこは色だけなので、はい、そこはあんまり性能には、まあ、はい、性能には中身が大事です。はい、ただね、このドラゴ、このドラゴじゃないわ、このアラゴ、いや中身ドラゴやけん、ドラゴやな、ドラゴは半ドラやな、半ドラ、半分ドラゴ、はい、ドラです。まあ緑になったらですけど、ただこれ古いタイプのアッパーマウントなんで、はい、通常だったらね、うん、この上からこう逆にボルトが刺さってるんで、はい、上からキャンバー調整が安易にできるんですけど、うん、これは安易にできません。なんかなんかお手間がかかるんですね。そうなんですよ。はい、これ変えたらまあまあするんでですね、うん、まあ、今回そのまま使ってますけども、そのまま、はい、まあ大変です。はい、ですが、まあまあいいところに来るとは思いますので、はい、バッチリ仕上げて、うん、はい、まあ、メインはねセントラルを走られてるお客様なので、はい、まあデフも入ってますしね、これね、うんうんうん、楽しい車ですから。はい、はい、これでタイムアップは間違いなしということで、はい、はい、じゃあバッチリ組み込んでいきましょうかね。はい、はい、お願いします。はい、いい感じになっておりますよ。はい、だいぶピシッとピシッとしてきた。ピシッとしてますか。はい、ということで、はい、まあ、部署調整終わってね、車高もいいところに来たんで、アライメントをしております。ガン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 走り回りたい仕様に今回ね、うん、レートも結構がっつり上げてやり直してるんで、はい、うん、ガラッと車が変わってしまいました。はい、なので今までよりも楽しく速く走れるようにセットアップしております。はい、ってことで、うん、早く走りに行きましょうね。いいですね。はい、はい、お願いします。はい。